チーニバラヤーアニチャッチーピナツケンチャッチャッ。お、すごいな、もうセットじゃん。なんだ、いつもと雰囲気違いますね。ちょっと違うな、なんかリアルだな。なんかリアルだし、はい、立ち位置も違います、もしかして。逆かもしんねえ、ちょっと面倒いからこのマイクは。逆だったかもしんねえ。逆だったかもしんねえな、俺ら。ちょっとこんな感じで、おー、はい、おー、見えますかね。こんな感じで写真が撮れるスポットがあるんですよね。何すごいじゃん。どこですか今ポコピー店。これ今名古屋ですね。そうです、名古屋のセントラルパークってとこでやってるんですけど、はい、すごいね、運命感じる場所があって。運命、向かいが占いだったね、うん、あ、嘘、ちょっとごめん見てなかったわ。占い俺占いハマってんの。おっと運命。え、このね、ちょ、今から動画流れますけど、ポコピー店を通り過ぎ、ま、はい、っすぐ行き、すぐ右を曲がり、はい、はい、横の通り、なんかね、怖がらせ隊がいた。なんでだよ、なんでいいんだよ、怖がらせ隊。なんでたまたま怖がらせ隊で名古屋で来るんだよ。怖がらせ隊のお化け屋敷が2つあった。なんでだ。いや、正式は3つか。しかもなんと、はい、お値段無料らしいんですよ。え、もうポコピー店に来た人行くっけないでしょ。太っ腹じゃん。散々今まで我々を怖がらせてきた、あの怖がらせ隊ですか。そう、ちょっと運命的だなと思ってお願いしたら体験させてもらうことになったんで、いや、今から行きましょう。レッツゴー。あー、待ってたんだ。すごいよ、この駅中に。え、入るんですか。え、怖い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 。フィッティングルームだから、まあ試着するだけだよね。フィッティングルーム、まあ試着するだけだ。心の準備が。あ、こちらと一人ずつ、1名様ずつ。え、こちらのフィッティングルーム、実は昔使われてはいたんですけど、今は使われてないんです。その理由が、どうやら怪奇現象がたびたび起こるという噂が立っております。私がお迎えに上がるまで必ず、絶対に何があってもこのカーテン開けないようにお願いいたします。はい、わわ、それでは、いってらっしゃいませ。おー、怖がらせ隊の音がする。ちょっと音声、音声、ねえ、聞こえる？あ、聞こえます。聞こえます。ねえ、聞こえる？はい、聞こえます。聞こえます。ねえ、はい、聞こえる？はい、聞こえます。え？あなたには私のことが見えない、触れない。怖っ。でも確かにここにいるのよ。ええ、これから濡れてる。私がどういう風に死んだか。違う、汗だ。死んだの？あなたに聞かせてあげる。死んだの？なんだよ。雨が降る夜のことだった。はい、雨が降る夜のこと。怖。私はこの洋服屋の店員だった。鏡が怖いって。最後のお客様を送り出した時、はい、あいつが現れた。あいつ、はい、すいません、もう閉店です。赤いドレス、赤いドレス着せましょうか。赤いドレス着せましょうか。あの黒いレインコートを着た男が近づいてくる。おーおーおー。え、怖っ。おー、赤いドレス着せましょうか。ああ、男の手には赤いドレスが握られていた。なん私は近くにあった更衣室に隠れた、はい、でもそんなものはその場しのぎにしかならなかった。はい、はい、赤いドレス着せんでえて。え、男が中に入ってくる。怖っ。え、え、こうなんか後ろ人歩いてる気がするんだけど、怖っ。え、嘘。着てるの白い服。赤い服。いや、ちょっと怖すぎる、怖すぎる。だから。はい、赤い服ね。おー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 。着せる。着せるってどういうことだよ。おお。男は電動のゴミを取り出した。電の子。カーテンと鏡が怖いって。やめて。待ってくれ。やめて。やめてくれ。やめて。赤いドレス着せましょうか。やめて、その言い方。やめて。あ、うわ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 。え、誰誰誰誰誰誰誰。あー怖い。誰か通った。あー怖い。あー怖い。いる。あー。あー、通った。誰。あー、ごめんごめん。あー、もういい、わかんない、わかんない。ちょっと。
待って、怖い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 怖ありがとうございました。では、お次に体験いただくのは光栄ですわ。ある呪いを襖の奥に封印しております。ですが、実は数年経つ奥につれてその封印少しずつ解かれてきてしまっております。 お二人には中の封印が溶け切る前にもう一回封印し直してほしいです。溶け切る前に、そのためにいくつか謎々を解いていただきます。ああ、はい、謎々では、心の準備はよろしいですか。はい、ではご案内いたします。よくないよ、こっちこっち。急に謎解き系、なんだ、あ、脱出ゲームにも目覚めたんですか、怖がらせ隊は。うわうわうわ、ちょっと、2人とも心の準備最悪、怖い、待って怖い。それではゲーム開始。はい、はい、なになに、ゲーム開始。制限時間内謎解き、ちょっと待って、厳しい厳しい厳しい、謎解くな、待って待って、始まってる、え、ちょっと分かんないわ、とりあえず、おい、え、本当にちゃんと解けるようになってんのかな、本当にちゃんと解けるようになってんのかな。制限時間内に解かないと、ちょっとそっち解いて、こっち解くわ、はい、これ解くわ、はいはいはい、もやあめき、怖い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 、待って、もやこれだ、はいはい、ナイスナイス、早いな、なんかすごいな、はい、やばいやばい、これ結構怖い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 、封印が弱まってる、封印が弱まってるって、え、ABC がかぶと、あ、待って待って、ま、ま、全部わかんなくなった、え、わ、わ、わ、あ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 、言ったよ、ふすま開いてるで、ふすま開いてるで、ふすま開いてるで、ふすま、ちょっと、あ、え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 、出たか、いやいやいや、封印解いてしまってるじゃん、封印解いて、あ、失礼いたしました。それではお二人とも解いてこちらへ、ドンとの関係に入ります。すごい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 、ええ、ドンと撮影会、ドンと撮影会、すごいすごいすごい、おお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 、家近じゃねえんだよ。また顔死んでる。こんな近いところにあんなお化け屋敷いらねえよ。そうだったね。もうストリートが、あの奇跡の一枚撮ってきたんで、こちらです。あのソコピー店のポスターと、はい、小ガラス隊が一度に映るって。いやいやいや、なんなんだ。すごいね。こんなことあるんだね。ちょっと汗だくだったわ、僕。あ、怖かったね。ちょっとヒートテックいらなかったね。ヒートテック着てんだ。それ熱いわ。これね、黄色いヒートテック着てんだけど、無料だからさ、うん、ちょっと、まあ、舐めてたよね。舐めてたわ。まあ手抜いてるかなと思って、小ガラス隊も。そうそうそう。抜かないな。普通にちゃんと驚きの展開あったからちょっと困ってます。珍しくさ、うん、我々謎解きとか苦手じゃないですか。そうだね、まあ、パラオとかのやつもうちらの足の引っ張りすごいから。そうだけど、うん、解けたって思ったらなんか呪い解かれたくない。いや、ちょっとね、放たれたよね。放たれた気がしたけどね。通路を通るお客さんたちに、うん、あの悲鳴が聞かれるっていうのはあの勇気いりますけどね。いや、通路を通る人ビビりそうだけどね。いや、そうなんだよ、うん、何が起きてんねん、帰り道に自分の。ちょっとね、怖がらせ隊による先輩ホラーストリートやってましたので、はい、ぜひポコピー店に来た方は行ってみてください。これも聖地巡礼ってことでね。皆さん、あの、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします、お願いします。では今日は見てくれてありがとうね。また明日、じゃあね、バイバーイ、バイバーイ。